VMT、小型機械貨物ポッド搭載状態の VMTVMT は、ソ連のミャスイーシチェフ設計局において製作された、M、M-4 戦略爆撃機の機体構造を利用して作成された、規格外貨物輸送機である。3MT とも呼ばれた。愛称は、アトラントアトラント。アトラントとはロシア語で、アトラースの意。冷戦機の東側航空機としては異例なことに、 この機体には北大西洋条約機構による NATO コードネームが存在しない。1970年代末よりスタートしたソ連の大型宇宙開発計画、ブラン宇宙王艦機及びエネルギアロケットの開発に伴い、これらを工場からバイコヌール宇宙基地まで輸送する必要に迫られたソ連当局は大型機の設計経験のある各航空機設計局に対し、 規格外大型貨物を輸送するための新型輸送機についての設計案を提出することを求めた。各設計局の設計案が審査された結果、1978年、アントノフとミアスイーシチェフの両設計局に対して開発が命じられ、ミアスイーシチェフ設計局により M-4 爆撃機を回収して開発されたのが VMT である。なお、アントノフ設計局は、 超大型輸送機であるアン -124、ルスランの拡大型であるアン -225、ムリーヤを開発し、後にソビエトロシアの宇宙開発支援要庁、大型貨物輸送機には、こちらが主に使われることとなった。当局よりの命令に対し、以前よりアントノフ設計局に対抗して、M-4 爆撃機の設計を発展させた。 超大型輸送機を開発する構想を立てていた。ミアスイーシチェフ設計局では、アントノフ案に先んじることを重視して、まずは、M、M-4 をほぼそのまま流用した、機外搭載型輸送機の設計案をもって回答した。ミアスイーシチェフ設計局では、本命としては、M、M-4 の主翼とエンジンを流用して胴体部を再設計した超大型輸送機を構想しており、 M-4 の機上にブラン、もしくはエネルギアを搭載するだけのこの設計案は、大霊案的なものであり、採用後に、改めて本命の設計案が提示されるはずであった。が、この大霊案は当局によってそのまま採用され、ミアスイーシチェフ設計局には、早速の施策が命じられた。この設計案が採用された要因には多説あり、期日絶対主義であった。 当時のソ連の硬直した官僚体制が原因であるという説と最終組み立て前の未完成状態にあり計画百パーセント値の重量にはなっていないウランエネルギアならば新規開発ではない機体でも輸送は可能であると判断されたからという説があるこの計画に最終当局の要求に対してスポレフ、イリューシンをはじめとした各設計局が提出した設計案には 過去に類似した実用機のない独創的なデザインのものが多く、ミャスイーシチェフ設計局の提出した案は、最も常識的、かつ早急に実機の完成の見込めるものであったからと判断されたという考察もある。実機の試作に先立って、ミャスイーシチェフ設計局はまずゾギーの協力を得て、模型による風洞実験を行い、実験の結果は予想以上に良好なものであった。 これを受けて、M-4 の製造工場に保管されていた予備機を改装して3機の試作機が製作された。うち1機は各種の強度試験にのみ用いられ、試験機の段階で用途廃止とされた。回収作業は順調に進められ、1981年には強度試験に用いられた機体を除いた2機の試作機が、それぞれ空か状態、大型貨物コンテナ及びブランの モックアップ搭載状態での初飛行に成功し、1982年1月より運用が開始された。VMT の微翼 VMT は M-4 の背面に単純に大型貨物を乗せる構造となっている。機体は爆撃機型の M-4 を空中給油機型に回収した 3MN- にバイソン C に準じており、武装及び爆弾搭載能力、 および空中給油能力はない。原型の M-4 はマッハ0.95の最高速度が発揮可能な順調音速機であるが、VMT はその正確上速度性能は原型より大幅に制限されており、大型貨物搭載状態での規定最高時速は時速 500km である。大型貨物を搭載する都合上垂直尾翼は 原型の単垂直尾翼から上返りずののついた水平尾翼の両端に巨大な長方形の総垂直尾翼を取り付ける形式に変えられている。また、超重量、大容積の貨物を搭載する都合上、原型の M-4 の操縦系統とは違い、フライバイワイヤーが導入されている。機体最高尾にはドラッグシュートが格納されている。貨物は、 機体背面にパイプフレームを介して、ピギーバック方式により積載し、ブラン宇宙王換気のほか、エネルギアロケットの胴体部を、円筒形の巨大なコンテナに収納して搭載する。貨物の搭載に際しては、大型のブリッジクレーンが用いられる。後に、大型コンテナの他に、類積型の小型コンテナが登場し、ブランとエネルギアの輸送が、 アン -225 に一本化されてよりは、もっぱらこの小型のコンテナを搭載して運用されている。この小型コンテナは、ロケット本体ではなく、それに搭載される宇宙機や人工衛星、またはロケットのエンジンノズル等を輸送する際に用いられるものである。VMT は1982年の収益以後、 エネルギアをはじめとしてロケットの運搬作業に従事したが、1989年にはもう一方の候補であったアンマイナス -225 が完成し、こちらの方が搭載能力も操縦安定性も圧倒的に高かったため、以後はアンマイナス -225 が後継機として運用されることとなった。以後はより小型のカプセルを搭載して補助的な輸送業務を行っており、 現在でも現役にあると推測されている。2005年の MAX2005 には地上展示機として展示され、モスクワ州のジュコーフスキー飛行場とリャザン郊外のリャザーニ空軍基地には稼働状態にある機体が常に中期されている。VMT はその設計から収益中の事故が大いに懸念されたが、2016年現在までに、 致命的な事故を起こしたことはなく、墜落事故によって失われた機体もない。VMT の異質なスタイルは登場と同時に、西側の空軍、航空宇宙関係者に大きな衝撃を与えた。諸外国だけではなく、ソビエト空軍当局からも飛行可能なのか疑問の声が上がったという。当時はすでに大型のレーダードームを背面に設置した早期警戒完成機が存在しており、 航空機は相当の抵抗、重量源を機外に搭載していても、空力的、重量的設計さえ正しければ、飛行は可能なことが実証されていたが、自分の機体の断面積を上回る構造物を機体上面に固定して飛行する VMT の姿は、航空力学の専門家からも常識を超越した異質な光景であった。設計側は、 風洞実験により実用に足る飛行安定性能は保たれたと説明し、また制御能力を向上させるためにフライバイワイヤーが駆使されていた。それにもかかわらず操縦性は劣悪を極め、通常の飛行すら困難だったと伝えられている。大型コンテナを搭載した場合の不安定さは、当然ながら貨物を何も搭載しない場合は逆に大型の。 垂直尾翼によって安定性が高くなりすぎるために操縦性はやはり劣悪で、さらに離着陸時には大風に機体後部が煽られやすく危険であったという。後に大型コンテナの他に類的型の小型コンテナを搭載した機体の写真が公表された。この際には空中で大型ロケットを発射するための母機、ソ連へ飛来する。 大陸間弾道ミサイルを追尾する早期警戒機など輸送機開発に偽装した別の計画という考察が西側でなされたこともある。実際は小型のコンテナはロケット本体ではなくそれに搭載される宇宙機などを輸送する際に用いられるものであった。VMT をとある西側の航空評論家はソビエト的合理主義は時に科学という名の魔法によって 飛行機を飛ばせることを可能にすると評している。ありがとうございます。